11月8日三好ですか。はい、ありがとうございます。まあ詳細拝見しておきます。まああまり隠居してますんでね、私ね、どう出るかちょっと何とも言いません。まあでも三好なら近いですね。はい、ありがとうございます。鹿児島からお疲れ様でございます。まあ昔から質問変わらないっていうかね、まあ、不思議ですよね、吉田さんね。動画は1日1本上げた方がいいですかとか、毎日動画はアップロードするべきでしょうかっていう質問を毎日何十本も動画を上げてる人に聞くというね、1本毎日っていうレベルで何をしようとしてるんですかね。だからこれを例えるならね、吉田さん、1日1回素振りをしてプロ野球の選手になれますかっていう質問をイチローにされてるようなもんですよね。どう答えるんでしょうね、イチローはね。なれるよって言うんですかね。まあ人それぞれじゃないのって言うんですかね。絶対無理って言うんじゃないですか。いや、聞くことも恥ずかしいですよね、それはね。でもね、毎日変わんないですよね、この質問ね。一体何のプロになろうとしてるんでしょうか。やっぱりいろんな方がね、自分のプロ意識っていうものを自負してると思うんですけども、まあ鼻くそレベルっていう言い方ありますけども、本当その通りで、それでプロだと思ってんのっていうね、口が裂けても言えないようなことを、まあ、私に感じさせてくれるんですよね。そもそも自分がプロだと思っているそのなんですかね、その来たな、まあ、目標値ですか、これがね低いで、ヒカキンさんの本あれもね、やっぱ受け取る力がないんでしょうね。日本語で書いてあるのに意味が分かってなくて、アマツさえクレーム入れるというレビューが荒れるというね。まあでもそういうことじゃないですかね。やっぱり物事が分かる人ってあんまりいないんだと思うんですよ。でね、私もなんか高慢になっちゃいけないなと思うんですけども、なんかね、人と会話するとね、いちいち腹が立つっていうかね、このレベルの会話に巻き込まれてるのかと思っちゃうと、早く離れていきたいなって思うことが結構あったりしてたんですよ。まあ、最近はね、そんなこと思っちゃいけないっていうふうに、すべて勉強と思うようにしてるんですけども、ちょっときついですね、いろいろとね。まあだからね、やっぱり、まずは自習ができないと、他習っていうんですか、他の人から学ぶこともできないんだろうなと思うんですよ。まずは自習ですよね。自分がやったことに対して自分の行動と結果を分析して最適解を見出すっていうことを、これ一番簡単なトレーニングなんですよ。それをやり続けることによって、人から教えてもらったことが分析できるっていうことになると思うんですよ。自分で自分の自己学習、自習をしてないのに他の人からの教育を受けてれるかっていうと、できる部分もあるけども、難しいんじゃないかなと思いますよね。まずは人から学ぶっていうのはあると思いますけども、それにしても真似るわけじゃないですか。最初は箸の持ち方とか、なんかね、挨拶の仕方とかっていうのを丸々コピーするように真似て、コピーペーストして、それでオリジナリティが出ていくと。でそのうちにやっぱり自分で考えないといけないよねっていう割合がどんどん膨らんでいくんですよね。で自立した人っていうのは自習していくっていう形になると思います。どんなことも検索して、どんなことも自分で解決すると、自分の人生に起きた問題は自分で解決するっていうのがまあ基本だと思うんですよね。その中でも相当難しいものはね、人の知恵を借りるってことはあるんで、コンサルっていうのが成り立つんでしょうけどね。でちなみにね、Google の社員だったっていう、なんかハッタリをかました人が随分話題になってるというふうな噂を聞いたという噂を聞いたんですけども、何なんですかね。私や吉谷さんは毎日 Google に出社してますよね。リモートワークですよ、これは。ね、Google のシステムを使って Google からお給料もらってるという。Google の社員でも何でもないんで、取引先が Google って言い方は間違いないですよね。取引先が Google であり YouTube、 そこからだって給料入ってて、そこの会社が求めているニーズを満たすために毎日活動してるわけですからね。お持ちつ持たれつですかね。いやでもね、なんですかね、すごいですね。なんかいろいろともう言葉が出ないですよ、今回の動画は。そんなことを、未だに聞く人がいるのかって吉谷さんのね動画見て思っちゃったのと、これからもそういう人しか出てこないだろうなと思っちゃいます。いや、自分の人生ですよね。あ、そうだそうだ、最近ね、安原くん、椎の木安原、あいつね、住まいを変えてちょっと高いマンションに移るそうなんですよ。
で企業コンサルも取れて、なんかいい感じになってきたんですよね。いややったなーと、7回8回波紋した会話あったなと思いました。うん、ね、30でその、スタートラインに立つっていうのは非常に羨ましいなと思うんですね。だからやっぱこの誰かにぶら下がって誰かの恩恵でっていう風になっちゃうと、守られちゃうとそうはならなかったと思うんですけども、まあ、あえてね、私はね彼を助けず、助けないという助けを差し伸べて指導してきたような気がしますけども、なんかね昨日そんな話をしながらね彼と会って、もうなんかねすごい長い時間、喜んじゃったかなというところですね。いやすごいよくやったなと思いますよ。死ぬ気あさる、さすが後継者ですよ。ということで、いってらっしゃい。